お疲れ様です。編集者のみなみです。先ほどポンさんから急遽大阪に行くことになり申し訳ありませんが本日のポンポンチャンネルはお休みしますと連絡がありました。楽しみにしていただいていたファミリーの皆さん本当にごめんなさい。ちなみにデリカシーのない男まっちゃんも 一緒に大阪に向かったみたいです。デリカシーのない男、まっちゃんの、大昔の知り合いの射程だった人が、ポンさんやデリカシーのない男、まっちゃんがお世話になった人の、奥さんからお金をがじりに、言ったことが、ポンさんの耳に入ったようです。おそらくポンさんは、獣のような目になり、激おこぷんぷんだと思います。 大きいトラブルにならないことを祈りたいと思いますが、どうでもいいプライベートの話のネタには面白そうです。ちなみにお金をガジルってお金を無理やりもらったり借りたりすることらしいです。また一つ勉強になりました。編集をしていても、はあ、どういう意味だろって思う言葉が出てきて気になっていましたが、 最近はある程度理解できるようになっちゃいました。この前高崎のドンキホーテに夜買い物に行った時に若いカップルが誰々が効き目でおかしくなってるって話をしているのが聞こえてきました。私は品物をしたんだなとピンときました。昔の私なら聞き流していましたが今は自然に耳に入り 何を言っているのか理解できます。それがいいのか悪いのかわかりませんが、知らないより知っている方が良いと思い、一人で自己満足に浸っています。ちなみにドンキホーテでそれを聞いたとき思わず、切れ目でおかしくなったときは、しっかり睡眠をとるといいらしいよと、言いそうになりました。良い大人の皆さん、覚醒マルハ絶対ダメですよ。 ポンさんの車を運転してる人も、昔は覚醒丸が超大好きだったらしいです。やめて5年だけど今でも夢に出てくると、この前喋る機会があった時に、そう言っていました。ファミリーの皆さんは大丈夫だと思いますが、誘惑に負けないでくださいね。それではみんな良い週末を。じゃあ。